坂田の種。サンパチェンスのつぼみつみの方法を説明します。大きく育ってくると株が疲れたり花つきも悪くなってきます。そんな時はつぼみつみをすると再び見事な花を楽しむことができます。まず今咲いている花つぼみをすべて丁寧に摘み取ります。花首を横に倒すと簡単に取ることができます。目の先端を折らないように注意しながら小さいつぼみも取っていきましょう。すべて摘み終わったら薄めた液体肥料を水やり代わりにたっぷり与えます。1週間に1回くらいのペースで液肥を与えましょう。早い場合はつぼみ摘み後2週間ぐらいで再び花が咲き始め、1ヶ月後には見事な花を楽しむことができます。愛情とお水をたっぷり注いでたくさんの花を咲かせてくださいね。